もう一度キャルと会おう。エレンよりも先に。だが慎重に行動しないとな。本当に監視されてるんだったら、迂闊に姿は消せない。逆にわざと目につくように動くんだ。そしてキャルの潜伏場所を探ろう。ひょっとするとこっちの意図に気づいてキャルの方から接触があるかもな。キャルはミオの携帯を持ってるんだ。となると動くのは早い方がいい。今すぐにでも。家に戻る必要はない。銃だって手元にあるんだ。ねえ、一緒に帰らない？え？ああ、いや、その、俺、図書館でノートのコピー取っていくから先帰ってくれ。あら、この後に及んで試験の準備？ミオに届けてやるんだ。俺、帰りにミオの家に行こうと思うんだ。お見舞いに。アロマ。なるほど。偉いぞ、アズマ。それでこそ私の見込んだ男よ。すまん、サナエ。お前、まさか一緒に行こうなんて言わないよな。いいえ、いいえ、めっそうもございませんことよ。週末の夜は二人のものよ。どーんと言ってるっしゃい。ただし相手は痩せても枯れても病人なんだからね。あまりハードな行為は慎むように。あのな、ま、あとはあんたたち次第だわ。いろいろ骨が折れたけど、ようやく私もお役ごめんね。明日明後日は心置きなく勉学に励めるわ。あのな、サナエ、そのいろいろとありがとうな。どういたしまして、お安いご用よ。じゃね。本当にありがとうな、サナエ。君がいてくれたから俺は今日まで夢を見ていられたよ。懐かしい日々の夢を。君は気づかなかったけど、来週になればまた会えると思ってたんだろうけど、もう二度と会うこともないだろう。君のことは忘れない。囚われの身になってから3度目の夜、味わったこともない旅衆の暮らしにミオは心身ともどもすり減っていた。寒い。それにお腹減った。それにシャワー浴びたい。なんだか体が汗臭くって髪もゴワゴワしてきて、せめて下着だけでも変えたいな。あんたも結構辛抱強いね。少し離れた場所では窓枠に腰掛けてキャルが銃の手入れをしている。もっと泣きわめいたり暴れたりするもんかと思ってたけど、私動物じゃありませんから。そうじゃなくても女だろ。あの男にまんまと騙されて、それであんたは今こんな目に遭わされてるんだよ。もっと悔しがっても良さそうなもんじゃん。あなたはそうなの？あの人の恋人だったって前にそう言ってたわよね。それが理由で今は彼を恨んでるの？殺したくなるほどに。だとしたらどうだって言うんだ。勝手すぎるわ。私だってこんな目に遭うの嫌よ、もちろん。でも
よかった。これでやっとあの人のことが理解できたから。この3日間ずっとあの人のこと考えてて、私ようやく分かったから。東さんはあなたの言う通り、あなたの同類なのかもしれない。あなたみたいに誰かを傷つけて生きてきたのかもしれない。でもそんな自分が許せないのよ。あの人はそんな生き方自分でも受け入れられなくて、彼は逃げてるだけかもしれない。そうするしかないほど弱いのかもしれないけど、だけどあの人は全てを受け入れて正直に生きることだってできた。むしろその方が楽だったはずよ。誰を傷つけ犠牲にしようと仕方ないって、それが自分の運命だって、そう開き直って平然としていられるような、そんな冷たい生き方だってできたでしょう。でもそれに比べればがむしゃらに運命を拒み続ける方がよほどいいわ。矛盾だらけで嘘に嘘を重ねて生きていくことになっても、逃げ続けて拒み抜いて生きていく方がいい。それが東さんの優しさだから。だからたとえ許されなくても、そうやってあがいていてでも運命を拒んでいるんだから、私には責められない。責めることなんてできない。そんなあの人だから今だって胸を張って言える。好きだって。あなたと彼の間に何があったのかは知らない。でも考えてみたことある？あの人が一切嘘をつかずにあなたに接していたらどうなっていたか。あの人のそばにいて楽しかったことも幸せだったこともなかったの？ないはずないわよね。でなければそこまで憎むわけないもの。でももしあの人がただ本当のことだけをあなたに突きつけていたら、あなたに何が残ったの？あの人の痛みをあなたは理解しようとしたことがあるの？あなたは勝手すぎるわよ。自分一人だけがひどい目にあったような気になって、彼ばかりを責めて、ただをこねる子供みたいだわ。つまりあんたは理解したわけだ、あいつを。あんたにはわかるって言うんだな、他人の痛みが。そうよ、わからないはずなんてない。彼のこと本気で思ったことがあるなら。あんたは嘘つきだ。レイジもあんたも嘘つきだ。この国の連中はみんなそうなのか。向き直った彼女と目が合って、ミオは凍りついた。あんた寒さに凍えたことあるか？三日三晩食うものなしに暮らしたことあるか？こんなたわけた国で何不自由なく暮らしてるあんたに何がわかるって言うんだい。ミオは襟首をつかまれ引き寄せられた。わかりゃしないんだよ、他人の痛みなんて。だから味わうしかないのさ。女性はどうしたんだい？私はね、よそ行きの服なんて一着しか持ってなかったんだよ。いや、やめて。いやけ、一体何食って育ちはこんなすべすべのお肌になれるんだい、お姫様。震えるミオに容赦のない平手を食らわすキャル。このアマ、
一体何様のつもりだよ。え自分は絶対に安全だって、誰にも傷つけられないって思ってんじゃないだろうね。あんた一人みんなから宝物みたいに大事にされて、それが当たり前だって、ふざけんじゃないよ。許せない、絶対に許せない。ぶち殺してやる、あんたをめちゃめちゃにしてやる。むき出しの暴力にさらされ、ミオはすくみ上がった。毅然とキャロのあざけりをはねのけた姿はもうどこにもなかった。このアーマン、このアーマン、何度も撃たれ怯えて震える少女の姿、キャルの中でどす黒い破壊衝動が膨れ上がっていく。このこの なんで私一体何してんだ。すでに抵抗する力も泣き叫ぶ気力も失い、ミオは身を縮めて弱々しいすり泣きを上げていた。何なんだよ、なんで私は本当にこんなことがしたかったのか。私は同じ頃、広域暴力団五道組組長五道海天の邸宅に深夜の来訪者があった。志賀か。夜分恐れ入ります。どうやら悪い知らせのようだな。藤枝美代さんの件です。この志賀が至らねえばかりにお嬢さんを難儀に巻き込んじまいました。今現在も事態は一刻を争う状況です。この志賀が指詰めてけじめをつけるのが筋とは承知しています。ですがその前にまずは美代さんを救うのが先決。そこで今夜はお願いに上がった次第です。今回の一件、五道一家の路頭を動かしてことに当たりたく。元凶は例のアメリカ人どもか。ミオの命はまだ無事なのか。はい、確かに。なら手出し無用だ。志賀、五道組は動かすな。万事はその外人どもに任せておけ。しかし組が動けば次第は日本中に知れ渡る。一体どういう理由で娘っ子一人に五道組が躍起になるのか、皆が知りたがるだろうな。お前の指も無用だ。けじめをつける理由がねえ。しかしそれではねえんだよ、志賀。五道と藤枝の家に縁はねえ。会っちゃいけねえんだよ、今も昔も。いいな、ミオが無事なうちは何があっても動くな。金や脅迫が目当てでない限り俺たちにできることはねえ。おめえの気遣いには感謝してるがな、志賀。所詮極道なんてな、役に立たねえデクの棒だ。とりわけ何かを守るとなるとな、やっぱも弾きも壊して殺すだけが能よ。守るたちにはなりゃしねえ。承知しました。心得ておきます。同じ夜の
違う場所で。サイスマスターは呼び寄せた士兵を前にしてささやかな謁兵を行っていた。ようやくお前たちのお披露目ができるぞ。この2年間の私のせいか、私の愛しい娘たち、サーレンシュベスター。かつてアインで確立した調教プロセスをより効率的に施した少女たち、言うなれば量産型である。フィーア、フェンフ、ゼクス、ジーベ、アハト、ノイン、現在総員はこの6名。仮面の下の素顔は痛いけな10代の少女でも、その戦闘力は特殊部隊の精鋭に匹敵するものとサイスは自負している。恐怖もなく慈悲もなく、ただ忠実な猟犬のごとく死を運ぶオートマタ。これぞ我が理想。シガの意向も五道組とインフェルノの関係も、実のところサイスは眼中になかった。いずれドライに追い詰められたアインとツバイが窮鼠よろしく牙を剥くとき、サイスの手掛けた作品たちの夢の共演が実現する。当然このツァーレン・シュベスタンも参加させない手はあるまい。終作のアインが、そして実験作のツバイとドライが、この私の理想の具現たる芸術品たちと果たしていかなる戦い方を演じるか。想像するだに胸が躍るではないか。小道具はいつものようにロシアンマフィアのつてで用意した AK-74 突撃銃、ミカエル・カラシニコフの手による名品である。部隊がこんな極東の島国というのは惜しい話だが、まあ、おかげで無用な横やりもありえない。私一人の貸し切りだ。あとは開幕のベルを待つのみか。同じ頃、静寂の夜、ガラスの失せた窓辺に腰掛けてキャルは月を眺めていた。地上の人の行いなど素知らぬふりを決め込んで、今夜も月はそそとして明るい。まだ慣れない異国の風土、うららかな日中とは打って変わって、冷え冷えとした焼きがジャケットの上から肌を刺す。長く痛ましいおえつの末に力尽きるようにしてミオは眠りに入っていた。むき出しのその肌に二人分の毛布をかけてやった後、キャルはまんじりともせずに夜の静寂に浸っていた。泣き叫び許しを請う声は今も耳に残っている。ただちょっと脅かして、あの達者な口を黙らせてやろうって、それだけのつもりだったのに。なのにどうしてあんなに私は。答えは分かっている。ただ認めたくないだけだ。心地よかった。それが理由だ。ミオの怯える姿が、それまでの澄まし顔が崩れてゆくのがたまらなく快感だった。あの子がレイジのことを思う気持ち、レイジのことを話している顔、それに比べて私のしていることは。ミオのことが焼けた。あの純粋さが憎かった。めちゃくちゃに壊してやりたくなった。だがキャル自身にも分かっている。そういう真似をするのはいつだって負け犬なのだ。例えばもう顔も覚えていない
キャルの父親がそうだった。生きることに負け、酒に逃げ、子供を痛めつける時にだけ勝ち誇ったように危機として。いつからこうなっちまったんだ。まるで自分の中に御しきれない獣が住み着いて、そいつの意のままに操られているような。キャルが憎んでいるのではない、憎しみがキャルを買っている。レイジを憎む思いはいつしか勝手に一人歩きを始めて、ついにはキャル自身を乗っ取ってしまった。誰が憎いというのでもない、ただ憎み、傷つけ、破壊する、その愉悦だけが今はキャルを突き動かす。もはや相手は誰でもいいのだ。レイジでもアインでも、いっそサイスやリズィでも構わない。落ちるところまで落ちるんだぜ。なんでだよ、チクショー。リズィ、あんたなんであの時止めてくれなかった。あんたに撃ち殺されてればそれで終わりにできたじゃないか。いつものように一人孤独に、いつものように自分自身に耐えかねて涙が溢れていった。自分の中の獣に怯えて、壊れていく自分、狂っていく自分に恐怖して。声を殺して泣く少女を、ミオは薄目を開けて何も言えずに見守っていた。泣いてる。何も辛そうに。でも、わからない。何が彼女を悲しませてるのか。他人の痛みなど、決してわかるはずもないと。そう言い切ったキャルの言葉が、結局は正しかったんだろうか。私には触れることも慰める言葉も見つからない。どんなに頑張っても私はただの部外者だから。じゃあ、だったら東さんのことも。もし東さんがこの子と同じなら、この子みたいに泣くことがあったら、やっぱり私何も言えないの。何の力にもなれないの。部屋に差し込む日の光にミオは意識を引き戻された。いつの間に私眠ってた。あの人はいないの？誰が見ているわけでもなかったが、それでも毛布をかき寄せて体の前を覆う。あの人また出かけたんだ。あの人ゆうべ泣いてた。見間違いじゃないよね。レイジと殺し合うのさ。どっちが強いか決めるためにね。あんなに冷たい声で、同じ人だなんて思えない。ふと背中に視線を感じ、ミオは振り向いた。こんな寒くて寂しい場所で閉じ込められて、まさかとは思ったが、確かにキャルだったらここに来るだろう。
篠倉学園を監視するにはうってつけだ。東さん、服破られたのか。クソ、一体なんて言ったらいいのか。合わせる顔がなかった。詫びる言葉さえ見つからなかった。ミオを守ると心に誓い、レイジはそれを果たせなかったのだ。手錠で足つながれてるのか。鎖を吹き飛ばそうと銃を取り出しかけ思い直した。ミオには銃見せたくない。ヘアピンかなんか持ってるかい？ええ、確かポケットの中に。あの、これで？ああ、なんとかできる。受け取ったヘアピンを広げて伸ばし、手錠の鍵穴に突っ込んで手応えを探る。テレビなんかでよくやるだろ、これ。はあ、でも。この程度の鍵なら簡単だが、あまり慣れているところも見せたくないな。少し時間をかけておくか。よし。聞きたいことや言いたいこと、きっとたくさんあるんだろうな。ありすぎて言葉にならないぐらい。そういえば屋上で会った時もこんな風に黙ってた。とりあえず服が必要だよな。教室に何かあるかい？体操着とかジャージとか。はい。ここから学園までは山の中だ。人目につく心配もあるまい。キャルと出くわす危険はあるが、その時はその時だ。抱き止めるようにしてミオの体を支えながら、路面の荒れた坂道を下って篠倉学園を目指す。ミオが俺を見る目つき、まるで違う人間を眺めるみたいだ。仕方ないだろうな。この状況で何も言わないのは、つまり全て知ってるってことだ。何が起こってるのか、そしてなぜこんなことになったのか。期末試験前日の日曜日だけに、幸い校舎は全くの無人だった。あの、うん、互いに言葉に詰まったまま、気がつけば二人はミオの着替えが置いてある B 組の教室の前にいた。あの人の、キャルって人のことですけど。ああ、彼女泣いてました、こっそりと。じゃあ私着替えてきますね。ああ、待ってる。ミオ、ありがとう。そしてすまなかった。彼女は何の詮索もせずに、ただ一つだけレイジに伝えた。彼女には何の関わりもない。だがとても大切なことを。君は優しくてけなげで、そんな君をこんな災難に巻き込んでしまった。本当に俺は最低の男だ。君の言葉で迷いは失せた。やるべきことも分かったよ。電話で呼び寄せたタクシーにミオを乗せ、見送るまでの間にも彼女は何一つ聞こうとはしなかった。キャルのことは大丈夫だから。ええ。ミオは静かにうなずいて車に乗り込んだ。そして走り去る車の窓から最後に少し寂しげに微笑みかけてくれた。
人校門の前に取り残され、吹き抜ける春の風を浴びながらポケットの中で携帯電話を握りしめる。いずれキャルがあの場所に戻ってミオがいないのに気がつけば、真っ先に連絡が来るだろうな。その時に備えておかないと。ちくしょう、あいつどこに消えやがった。レイジを監視するという脅迫をキャルは実行していなかった。どうせ逃げるはずもないと高をくくっていたキャルは、気が向いた時だけ様子を見に赴き、その度に眼色を失ったレイジを観察しては満足していた。ところが昨日、篠倉学園にいるのを見かけたきり、レイジは行方をくらましていた。アイン一人が姑息に動き回る分には気にするつもりもなかったが、レイジまで消えたとあっては話は別だ。やろう、ミオを見捨てて逃げやがったか。絶望的な怒りに頭がいっぱいになり、それで判断の誤りに気がつくのが遅れた。慌てて隠れ家に戻ってみれば、女子寮はもぬけの殻だった。あのお姫様が一人でやすやす逃げられるわけがない。あいつか。期待半分、諦め半分にレイジの番号を呼び出す。どうせ無駄さ、やつはもう遥か彼方に。キャルだ。繋がった？レイジ、あんたよくも。手遅れだよキャル。ミオはとっくに返してもらった。もうお前に気兼ねする必要はない。笑ってやがる。私のこと心底コケにしてやがる。これでまたお別れだなキャル。追ってやる、地獄の底まで。あんたのことを追ってやる。やめておけ。それともキャル、お前まさか本気で俺に勝てると思ってるのか。何？笑わせるな。お前みたいな間抜けが何人束になろうと話にならん。こんなガキにファントムを名乗らせるとはつくづく落ちたな、インフェルノも。なんだと？ケツに頬かけときながら大した吠えようだな。え？わからんやつだなお前も。なんならチャンスをくれてやろうか。チャンス？この先ずっとお前につきまとわれるのも考えてみれば煩わしい話だ。いっそここで決着をつけてやってもいい。お前に度胸があれば。だが面白い。望むところだよ。もうこの男に情けなんか必要ない。まずはレイジぶっ殺してやる。今から1時間待ってやる。それまでに篠倉学園の礼拝堂に来い。ちくしょう、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 ちくしょう。あの野郎。そうだよ、この感覚だよ。今の私にはこいつしかない。このムカつく憎しみしか。もう迷わない。獣を解き放つんだ、私の中の獣を。私のすべてをくれてやる。そして突き進んでやる。最後まで。
通話を終えて必要のなくなった携帯電話を藪の中に投げ捨てる。これでいい。あいつのためにしてやれる。これが最後の務めだ。今のキャルには相手が必要なんだ。この2年間で溜め込んだ感情をぶつける相手が。中途半端な優しさなんて残酷なだけだ。あいつが憎しみを持て余しているのなら、いっそ徹底的に憎み抜かせてやればいい。あいつの怒りをすべて引き受けて、その上で消えていこう。憎むにも値しないやつ、そう思ってから虫けらのように殺すといいさ。それであいつの人生を狂わせてしまったことの償いになるのなら、安いもんだこんな命は。あの子が新しい人生を踏み出せるかどうかはわからない。だがそのためには悪夢を終わらせないと。今日まで続いたあの子の悪夢、できることはそこまでだ。あとは見守ってやろう、祈ってやろう。いつかあの子が立ち直り本当の幸福をつかむまで。こんな男にかかずらってこれ以上苦しむことはないんだ。ステンドグラスから差し込む七色の斜陽に過ぎた日々の思い出がよみがえった。長く生きすぎたかもな。皮肉なもんだ。キャルが死んだと思った時、俺も死を選ぼうとまで思ったのに。生き延びたキャルと再会した今、また死ぬ算段をすることになるなんて。一体どうしてここまで二人の人生は狂ってしまったのか。あの日なぜすぐにキャルの生存を確かめなかったんだろう。思えば出だしからそうだった。軽率な思い込みと全て裏目に出た言い逃れと、そんな間違いの連続だった俺たちの関係は。こんな男に出会わなければ、こんな男を愛さなければ、キャルには別の人生があったんだ。まだ間に合うかどうかわからないが、それでも全くの手遅れじゃない。そう信じよう。キャルにはキャル自身の人生を返してやろう。せめて祈りの言葉の一つぐらいエレンに教わっておけばよかったか。そんなことを考えていると背中に刃のような殺気が浴びせられた。一体どういう風の吹き回しだい。あんたの方から挑んでくるってのは。言葉になんてできないよキャル。お前を前にして憎まれ口を叩けるほど俺は役者にはなりきれないんだ。どうしたよさっきの威勢は。厳粛な静寂を踏み散らしてキャルは靴音高く祭壇に歩み寄る。で、どうやる？何でもいい。お前が納得できるやり方で来い。余裕じゃないの。キャルは担いでいたアウグライフルを投げ捨て、懐から真鍮の輝きを取り出した。それは
まだ持ってたのか。拳銃勝負だ。曲が終わったら抜く。いいな。キャルは祭壇の真ん中に懐中時計を置き、指先で弾いて蓋を開けた。この音色覚えてる。あの時のキャルの喜びをも。この曲を聴かせて殺してないのは、そういやあんた一人だよ、レイジ。後ろ足に祭壇から退くキャル。軽く広げた右手はいつでもホルスターに飛ぶ位置に。レイジもそれに倣って下がりながら制服の前ボタンをはだけ、キャルから見えるようシグをベルトの前に挟む。聖火堆積の傍らで足を止めた。キャルもまた神父室の前で立ち止まる。距離はおよそ10メートルか。外しようがないな。お互いに抜くスピードだけで勝負がつく。もちろん勝負する気なんて毛頭ないさ。キャルに合わせて抜くだけは抜く。だがその後はただ待つだけだ。キャルの銃弾を、そして安らぎを。在りし日の賛美歌の名残のように、旋律は細く優しく薄闇の世界を満たしていった。キャル、お前のことが好きだった。なのになぜなんだ。こんなにキャルのことを思いながら、なのにお前の憎しみだけを受け止めて死んでいかなきゃならないなんて。彼女を愛して、彼女に愛されて、なのに敵同士のまま終わるしかない。ああ、分かってるさ。なぜ恨まれ、なぜ殺されるのか。そんなことよくわかってる。それでもやっぱり悔しいよ。こうやって死んでいくなんて。そう思うのは身勝手なのかな。曲が終わる。死の時が迫る。この世で最後に耳にするのは、あの日キャルに送ったオルゴール。いや、違う。それさえも最後の銃声がかき消してしまうだろう。かけらほどの救いもない残酷な幕切れだった。だったらせめて面影だけでも焼き付けて、それから行こう。殺意の眼差しでもいい、憎しみの表情でも、それでいい。それでも彼女はあのキャルなんだから。そして静寂の一刹那、引き抜かれるステンレスフレームのひらめき、そのライカのごときスピードを胸に称賛の思いさえ抱いて見守った。終わりだ。だがトリガーを引くより先に、不意に身を翻して横に飛ぶキャル。え？間一髪、軽快な連射音とともに横手から浴びせられた銃弾の雨がキャルのいた位置をなぎ払う。そんな、なぜ君がここに。はめやがったな、この野郎。さっき投げ捨てたアウグを拾ったキャルは起き上がりざまに乱射した。
だがエレンの前は反対側の側道に飛び込んで柱の陰で銃弾をやり過ごす。新都石の列を間に挟み、左右の側道からかわされるフルオート射撃の応酬。ステンドグラスの光の中を死の旋風が乱れとる。そんなバカな。凍りつくレイジの目の前で最も恐れていた悪夢が現実になった。マドルフラッシュの命令で道内を影絵が踊り狂う。アインが銃撃を打ち切った後もなお執拗にキャルは乱射を続けた。建材がコンクリートでは貫通も長弾も望めない。が狭い側道の中にいる相手なら飛び散る破片で傷を負わせる手もある。エレン、どこに隠れたんだ。軍人の中に目を凝らしたその時、駆け抜ける影がステンドグラスの光を陰らせた。いつもあんなところまで。新都石の影に隠れるように姿勢を低くしたままエレンは祭壇の前を駆けすぎる。逃がすまじとその後を追うキャルの銃口。銃弾の一掃を受けた新都石が片っ端から吹っ飛ばされている。その河川の切っ先の一歩先を疾風のようなスピードで駆けるエレン。ついにエレンはキャルの側の側道に転がり込み、身を横たえたままスコーピオンを片手で発砲した。キャルが振り向いて柱の陰へと隠れるまでのわずかな隙、毎秒20発を放つスコーピオンの前でそれは致命的だった。だが避けきれないと悟ったキャルはアウグを構え直す代わりに振りかざし、そのストックを盾のように掲げていた。そこにエレンの銃撃が命中。グラスファイバー製のストックで3人 ACP は防がれた。そのままキャルは新都石の真ん中へと身を投げ出した。まだ空中にいるうちにアウグの残骸を手放して腰の後ろから2丁の拳銃を同時に抜き放つ。エレンもまた打ち尽くしたスコーピオンを捨てパイソンを手に飛び起きていた。新都石の影のキャルをめがけてエレンのパイソンが息もつかせぬ6連射。打ちながらもエレンは横走りで祭壇の影まで移動し、逃げるキャルと間合いを詰める。だがその轟きが鳴り止むのを待ち受けてキャルもまた黒海石へと突進しつつ2丁拳銃の連射を返す。リボルバーとは比較にならない自動拳銃2丁の弾幕がエレンの隠れた祭壇を襲う。祭壇の影から使用済みのスピードローダーを投げ捨てるエレン。それを見とがめたキャルはエレンの応射より先に黒海石の中に身を潜める。おかしい、エレンの戦い方、いつもの彼女らしい慎重さがまるでない。あれじゃまるでキャルじゃないか。エレンはまた無意に6発前弾を打ち尽くした。そこを待ち受けていたようにキャルは9ミリの嵐を祭壇に浴びせかける。まるでキャルのペースだ。このありさまじゃファイヤーパワーに勝るキャルが圧倒的に有利だ。なんでエレンはこうも簡単に武装の違いも考えずキャルのペースに乗せられてしまったんだ。いや、本当にそうなのか。ペースに乗せられているのではなく、あえて乗っているのだとしたら、それじゃあ、まさか。彼の戦法は、ただ苛烈なばかりで、実際のところ変化に変わる。そうだ、すでに見切られた戦法を、勢いに乗って繰り返していたら優位で押しているつもりが実は相手の手のひらで踊らされる羽目になる。エレンはただ押されているだけじゃない。キャルを、キャル自身の戦法に潜むパターンという罠に
誘い込もうとしてるんだ。キャルの銃撃の途切れ目にエレンは祭壇の陰から飛び出した。三度再装填したパイソンを乱射しながらキャルの隠れた国会席へ向かって突進する。相手の前にたどり着くより先に彼女はパイソンの6発を撃ち尽くすだろう。その後は身を隠す場所もなく銃弾の的になるだけだ。新都席を駆け抜けながら片手で撃ちまくるエレンはもはや狙いを定めてすらいない。対するキャルは物陰に隠れ6発目の銃声を待ち受けるばかり。エレンの姿勢には注意を払っていない。エレンが背中に回した左手にもその手のサバイバルナイフにも気づいていない。決める気かエレン。パイソンの6発がつき、してやったりとキャルが国会席から身を乗り出したその瞬間、今度こそエレンの必殺の7発目が投げ放たれる。それを予期すらしていないキャルには避ける術などありはしないのだ。キャルは死ぬ。そう確信した時、全ての迷いを超えて体が勝手に動いていた。あらぬ方向へと飛びすぎる6発目の357マグナム弾。同時にエレンの左手がアンダースイングの弧を描く。そうとは知らずチャンスとばかりに飛び出すキャル。刃のきらめきが宙を縫う。キャル！横から飛び出してキャルの上体に覆いかぶさる。彼女に撃たれることさえ意に介さずに。よかった、間に合った。なんでだよ。懐かしい声だ。懐かしい吐息と髪の匂い。なんだよそれ、そんなのありかよ。すまんな、やっぱり俺嘘を下手だよな。冷たい石の床に仰向けに転がってキャルは覆いかぶさったレイジの重さとその血の生温かい感触だけを感じていた。レイジが背中で受け止めた刃、キャルの喉を狙い突き刺さるはずだったナイフ。なぜ、どうして私を守ったんだ。最後の最後になんで私なんだよ。わかんないよ、もう何もかもわかんないよ。我を忘れたキャルの上からいきなりレイジの体が引き剥がされた。アインだ。慌てず騒がずレイジの傷を調べて動脈が破れていないのを確かめてから慎重にナイフを抜く。レイジ大丈夫、気絶してるだけ。なんでこんなことに。わからない？これが彼の望んだ結果だったから。何言って。食い下がろうとしたところをアインが手で遮って止める。視線は冷然とひびの走ったステンドグラスに。なんだ、窓の向こう誰かいる。一人や二人じゃない、10人、いやそれ以上。完全に囲まれてる。無言のままにアインは祭壇の傍らへと取って返し、さっき投げ捨てたスコーピオンを拾い上げた。レイジを祭壇の裏に。指示しつつ懐から取り出した予備マガジンをスコーピオンの機関部に叩き込む。おい、その銃弾切れで捨てたんじゃ。そう遠より早く周囲のステンドグラスが片っ端から叩き割られ、リボルバーやショットガンの銃口が出現した。早く。アインのスコーピオンがうなり、ステンドグラスの残りが粉砕される。慌てて引っ込む襲撃者の銃口。その銃声を皮切りに礼拝堂の入り口から数人の男が踊り込んできた。ええー、間髪入れず
アインは3人 ACP の応酬を浴びせ、2人を新都席の裏に沈める。くそ、迷ってる暇はないか。レイジの体を担ぎ、アインの援護射撃に守られながら腰をかがめて祭壇まで突進する。間一髪、祭壇の裏に飛び込んだところでアインもまた身を引き、さらにスコーピオンの弾倉を交換した。アインの弾幕が途切れた途端、左右の窓の敵が射撃を再開する。今度は祭壇に狙いが集中していた。さっきその銃を捨てたのはあなたを調子に乗らせるため。こいつなんてやつだよ、畜生。言葉を失ったキャルをよそに、アインはまた祭壇から半身を乗り出すとスコーピオンを乱射した。入り口からまたも道内に入り込もうとしていた連中が悲鳴を上げて床に転がる。奴ら頭数だけは揃ってるみたいだけど、まるっきり統制が取れてないじゃんか。わめきながら突っ込んでくるだけ、度胸だけの素人だ。行動踏みかよ。ミオが解放されたことに連中も気づいたってわけだ。だけどどうする、いくら雑魚でもこんなに数がいちゃ手に負えないよ。そこの神父室の奥に裏口があるわ。レイジの傷は深くない。あなたが連れて逃げた。あんたはここで連中を引きつける。正気かよこいつ。いくら凄腕だからってこれだけの数相手に、なんであんたがそこまでやる。あんたは私の敵なんでしょうけど関係ないわ。私はレイジと、レイジが大切にしていたものを守るだけ。ふざけるんじゃないよ。まるで私一人がバカみたいじゃないか。気に食わないならまた今度私を殺しにいらっしゃい。でも今はレイジをお願い。腕の中に視線を落とし、血の気の失せたレイジの眠るような顔を凝視する。致命傷じゃないが、放っておける傷でもない。どうしてさっきは。このバカ野郎。早く。こんなところでくたばるんじゃないよ。キャルはレイジを抱え、振り向きもせずに神父室へと駆け込んだ。畜生、畜生、畜生。目尻からこぼれる涙の雫はアインにだけは気づかれたくなかった。サイスマスターが訪れた時、礼拝堂は再び元の静寂を取り戻していた。見る影もないと言ったありさまだな。それにしても愚かしい。足の踏み場もないほどに転がる屍の一つをつま先でこづく。頭数だけを頼りに新旧三代のファントムに挑みかかった結果がこれだ。それにしても意外だな。よもやあの三人が共闘するとは。ドライ和解したのか。いささか興ざめではあったが、それはそれで趣深い展開だ。この荘園と結集、さして時間は経っていない。では最終幕の開演といくか。引き連れた仮面の親衛隊を肩越しに一別し、サイスは月明かりの照らす校舎に視線を飛ばした。ここはどこだ。なんでこんなに暗い。教室
篠倉学園の校舎の中だ。なぜ俺はここに。確か俺は礼拝堂にいたはずだ。キャルと決闘して死ぬつもりだったのに、エレンが現れて、エレンのナイフからキャルをかばって、そう、刺されたんだ。あの時どうやら死に損なったらしいな。もう完全に日が落ちている。礼拝堂にいた時はまだ黄昏時だったはずだが、あれからどのくらい時間が経ったのだろうか。ふと胸の上の重みと懐かしい匂いに気づいた。そうだ、昔キャルの髪の香りをこんな風に嗅いだな。あの夜、小さな体を胸の上で抱き留めて、静かな寝息に聞き耳を立てて、キャルがまたレイジの胸の上で眠っている。安らぎの中でその顔は剣が抜け落ちて、遠い日の思い出のままにあどけなく柔らかい。涙の跡が残ってる。またこいつ眠りながら泣いてる。キャル、怯えをはらんだ大きな瞳に安堵の色がさした。よ、こんな時はただ泣くだけでいい。言葉を費やすばかりが心を癒す手段じゃない。誰が悪かったわけでもない。何を悔やむこともない。ただ二人は普通よりもほんの少しすれ違いが多かっただけだ。そう、だからまた会えたな。それだけでいい。ただそれだけを喜ぶべきだ。キャルはまだ生きていて、そのキャルのもとに今また戻ることができた。そのために2年もかかってしまったが、ただそれだけのことだ。体を起こそうとして激痛に見舞われる。動かないで。傷は浅かったけど、しばらく腕は使わない方がいいよ。今何時だ。もうすぐ6時。なんでこんなところに。あれから五道組が攻めてきたんだ。アインが一人で残ってレイジと私を逃がしてくれた。暗くなるまで打ち合いの音が続いてたけど、それからどうなったのかはわからない。そうか、エレンは無事だろうか。わざわざキャルを逃がしたというのが気になる。賞賛があったなら怪我人が一人いた程度で足手まといにはならなかっただろうに。彼女は結局最後まで全て一人で背負い込んで犠牲になり続けて、そうまでして守られて、俺は一体どう報いればいいんだ。大丈夫だよ、アインなら。あの子すごく強いから。怖くなっちゃうくらい。雑魚が頭数だけでどうにかできる子じゃないよ。
そうか、キャルも身をもって思い知らされたんだったな。みんな、私一人がバカだったせいで、私リズイのこと撃っちゃった。ミオにもひどいことしちゃった。全然関係ない子だったのに。やめろ。また泣きそうになったキャルを強く抱きしめて黙らせる。巻き込んだ俺が悪い。お前のせいじゃない。でも、それよりもインフェルノは、サイスはどうした？ゴドウが動いたのなら、インフェルノも遠からず来る。こんなところにいちゃまずい。分かってる。でも、そうだな。今さら怪我人を連れて逃げ切れるわけがない。一人で逃げろって言っても素直に聞かないだろうな。今さらそんなことを言ってもキャルを悲しませるだけだ。俺たちは、二人はもう死んでも離れられないんだからな。ここまでかな、私たち。そうかもな。どこまでも皮肉で残酷で、いつも恨みに出るばかりの運命だった。仕方ないさ。結局それが二人の巡り合わせなんだろう。ここで待つか。そうだね。残された時間、ただ逃げ回るよりもこうやって二人ぬくもりを感じ合っている方がよほどいい。見つかるのは数分後かもしれないし、数時間後かもしれない。それまでの最後の時間はお互いのために捧げよう。あのさ、レイジ。なんだ？最後にお願いがあるんだ。いいよ。いいかな？なんでもいい、言ってみろ。して、いい？え？おい、ここでか？俺、怪我人なんだぞ。なんでもしてくれるって言ったよね。言いながらもキャルはさっさとジャケットを脱ぎ捨てた。大丈夫、レイジはじっとしてるだけでいいから。これで最後なんだからね、お願い。あのな、だってだって私、レイジのことちゃんと愛してない。このままじゃ死ねないもん。キャル、そうだな、俺たちまだ死ねないよな。熱い思いがこみ上げてくる。2年の月日が遠ざけていた愛しさが、うなずくキャルを抱き寄せる。目を閉じた彼女の唇にそっと唇を重ねた。愛してる、レイジ。これからもずっと一緒だよ、ずっと。愛しいキャル、この時間が永遠に続いてくれるなら、彼女の鼓動を、吐息を、この世の終わりまで感じていられるのなら。頭の両脇で小さな金属音がした。ずっとだよ。そしてすべてが一斉に動き始めた。教室の窓が砕け散り、風を巻いて踊り込む白い影。炎が吠え、丸
るべ機関銃のような二丁拳銃の猛連射。硝煙に焼けた空薬莢がレイジの胸に降り注ぐ。謝肉祭のマスケラをかぶり AK 突撃銃を手にした少女がねじくれた姿勢で目の前の床に墜落する。窓から踊り込み、まだ宙を飛んでいたうちに十数発の9ミリ弾を浴びて絶命し、彼女も何が起こったのかさえわからなかっただろう。ほとんど同時に教室の前後の扉からそれぞれ一人ずつマスケラの少女が突入してくる。だがキャリはそれよりも早く両手の銃を同時に狙いさえつけずに連射した。撒き散らされた弾丸は獲物を定めた蜂の群れのように二人の少女に殺到する。一人はのけぞりながら廊下の外に倒れ伏し、もう一人は腕と腹を撃たれてその場でライフルを取り落とした。それでも床に転がったライフルを拾おうとしたところ、横からキャルの蹴りが炸裂する。仰向けに倒れた少女の胸を踏みつけて、キャルは仮面の眉間に右手の拳銃を突きつけた。この人は私のもんだ。神様も悪魔もしたこっちゃない。レイジの命も私の命も誰にも渡してやるもんか。なんてこった。たった一瞬のうちに三人だと。全身に返り血を浴びながら、それでもキャルは美しかった。まるで生贄の血を捧げられた狩猟の女神の彫像のように。キャル、驚かせてごめんね。たった今生き残りにとどめを刺した残忍さ、獰猛さが嘘のようだった。何事もなかったように脱ぎ散らかした服を身につけていくキャル。お前もう諦めてたんじゃ。あん、あれやっぱりなし。私死ぬの嫌。スミス&ウェッソンのマガジンを変え、ホルスターに刺しながら鼻の頭をかくキャル。嫌って？だってまだレイジとしてないもん。これ以上奴らに邪魔されたくないじゃん。おい、やっぱり私は死ねない。レイジも死なせない。やっと一緒になれたんだもん。生き延びるよ、どうやっても。お前そんな神妙な顔しないでよ。なんとかなるって。逃げ切れるのか。敵の人数も武装もわからない。もしこの校舎を脱出したとしても、その後はどうする？そうね。細かいところは一通りぶっ殺してから考えよう。レイジは無理しないで。隠れてるだけでいいから。ともかくここは動こう。ほら、さっさと服着て。キャルは殺した3人の持っていた AK を回収し、状態をチェックして、うち1丁を選び取った。さっきまでサメサメと泣いて愛を誓って、なのに今はもう毅然と戦いに臨んでいる。女ってのはここまで惜しく、たけだけしく、そして恐ろしくなれるものなのか。校内の各所に散ったまま残る3人。フィーヤ、アハト、ノインは歯を打ち鳴らす独自の信号で通信機越しに討議する。奇襲は失敗。フェンフ、ゼクス、ジーベの応答がない以上疑念の余地はない。標的が油断しきっていたために西島にいた3人だけで突入を決行したが、どうやらドライを甘く見ていたらしい。そこで中庭に潜むアハトが気球を意味する信号を打った。渡り廊下をドライが横断中、東と A と移動する模様。おかしい。フェンフの襲撃直前の報告ではツバイも同伴していたはず。罠か、おとりか。
だがどんな事態になろうと確立化され調整を受けた少女たちの戦術的思考は即座に共通判断を導き出す。フィーやアハトはドライを追撃して東島へ。その間ノインは西島を掃討しズバイの生死を確認した後別経路からドライを奇襲強撃して殲滅する。導き出された分担のままに仮面の少女たちは行動を開始した。キャル、たった一人で大丈夫か。敵を引きつけるため彼女は東校舎に移動した。その間西校舎3階でじっと息を潜めていなければならない。だが少なくとも一人はこの西棟に残って念の入った掃討を続けている。甘かった。この銃声間違いなくこの校舎下の階だ。室内戦のセオリー通り身を隠せそうな場所には片っ端からフルオート射撃を浴びせて蜂の巣にしているらしい。仕方ない、自分でどうにかするしかないか。だがどうする、連中の武器はライフル弾、貫通力の高さが取り柄だ。机やロッカーなんか盾にもなりゃしない。迂闊に待ち伏せなんかしたら潜伏場所もろとも蜂の巣にされるだろう。だが敵が1階2階と順番に来るとしたらまだ小細工を仕掛ける時間はある。まず教室を片っ端から渡り歩いて掃除用具入れのロッカーからバケツとモップをかき集める。次に教室の壁から電源コードを引き剥がす。そして戦利品を抱えたまま廊下に並ぶ男子女子用のトイレを目指す。連中が来るのは位置的に見て男子トイレが先だ。こっちから行くか。いっぱいに水を張った5個のバケツをそれぞれの個室に運びモップを使って扉を固定する。くそ、傷が痛む。だが構ってはいられない。最後に教室から持ってきた電源コードを使って罠は完成した。実に簡単な罠だがうまく引っかかれば一人は着実に殺せるだろうな。あとはどこに身を隠すかだが。近い。奴らもう2階を片付け終えたんだ。もうすぐここに来る。クソったれ。銃弾の交錯する東棟2階の廊下、その一端でキャルは予想外の展開にはがみしていた。あのサイスの手下サーレン・シュベスタンは全部で6人、そのうちさっき始末した連中を差し引いて残りは3人。私の誘いに乗ってここまで追ってきたのは2人だけかよ。その一方レイジを残してきた西校舎ではさっきから情け容赦ないフルオート奏者がひっきりなしに轟いている。まずい、まずいよ。レイジは怪我してる。突撃銃相手じゃとてもかなわない。グズグズしてられない。さっさとこの二人を始末してレイジを助けに行かないと。それに AK の残弾もあと少しだし、何か思い切った手に出ないと。だけどどうすりゃいいのさ。焦燥に駆られたままとりあえずキャルは銃撃を切り上げて後退し非常階段を駆け上がった。何かないのか、奴らを一網打尽にするような手は。一階
2階を蹂躙したのと同じ要領で、ノインは各教室を端からしらみつぶしに制圧していった。疑わしき物陰には容赦なく銃弾の雨を浴びせ、脅威の有無を確かめる。猫の子一匹逃れられない徹底した掃討だった。4つ目の教室に踏み込む前に、ノインは廊下の対面にあるトイレに向き直った。まずは手前の男子トイレからだ。カラシニコフを腰だめに構えたまま、薄っぺらいドアを蹴破って、これは、ここのトイレの個室は扉が自重で内開きになる構造になっている。すでに開花で確認済みだ。個室が無人なら開け放たれた扉でそれとわかる。にもかかわらず、5つの個室すべてがまるで中に誰かいるかのようにぴったりと扉を閉ざしていた。もちろんその程度で躊躇するノインではない。個室の中に誰がいようと、突撃ライフルの前には丸裸も同然だ。これまでと同様、ノインは横投げのフルオート奏者で5つの個室すべてを撃ち抜いた。それぞれの個室の中で銃弾を受けたバケツが点灯し、一斉に中の水を床にぶちまける。水、蜂の巣になった個室の下から咳を切ったような水があふれ出る。奥の換気扇の真下あたりで漏電の火花が飛び散った。延長したコードで床に伝わった電流が罠。そう気づいた直後、数百ボルトの交流電圧に沸騰した流水が彼女のつま先を濡らしていた。やったか。隠れていた女子トイレから出て隣を伺う。男子トイレの奥では今も水浸しのコードが火花を散らし続け、廊下側に倒れた白い手はまだ痙攣を続けていた。火薬臭に混じって肉の焼ける匂いが鼻をつく。倒れた衝撃で外れたのだろう。少女の顔を覆っていたマスケラが外れていた。多分この学園の生徒と同年代の少女。違う運命を歩んでいれば、サナエのように笑い、ミオのように恋をしていたであろう年頃の女の子。いや、やめよう。そんな感傷に浸るのは。ここは、俺たちがいるところは、そんな世界なんだ。誰が生き残って誰が死ぬか、誰も決めることなんてできやしない。俺たちにできることはただうがき続けることだけだ。今夜この場所で生き残るために。足元のムクロから視線をそらし、現実に目を向ける。キャルに伝えないと。俺が無事だって。出ないとあいつ、うん。その時、あらぬ方向からひらめいた轟音と衝撃がレイジを打ちのめした。廊下の床に叩きつけられてからようやくレイジは自分が撃たれたことを知った。どうすりゃいい？どうやりゃ勝てる？必死で自問自答しつつ、廊下をかけていたキャルは足を止めた。二間続きの大部屋にいくつも並んだ大きな机、それぞれに何やら流し台のようなものがしつらえてある。学校というものには馴染みの薄いキャルだが、その部屋が何なのかは理解できた。科学室ってやつか。頭の中にキャルの神様が形状をよこす。バイクとリーバイスの神様が。迷うことなくキャルは教室に飛び込み、引き戸を閉めた。映画で見た通りだ。水道だけじゃない、電源タップもガス栓もある。これだ。カラシニコフのストックをシャベルのように振りかざし、片っ端からガス栓を壊して回る。みるみるうちに広い教室に異臭が立ち込めた。ここで発砲しようものなら引火して大爆発だ。
けど、私の相手は冷静なプロだ。神様が戦った最高野郎とは全然違う。奴らから撃って自滅してくれるわけないよね。ならこっちから火をつけるしかないけど、何かないか、次元式の着火に使えるものは。必死で見回すと黒板横の扉が目に入った。何やら施錠されている。蹴破ると案の定、そこは機材置き場の小部屋だった。ガラスケースを物色し、電気式の卓上コンロを見つける。スイッチではなく、ただコンセントに差し込むだけの粗末な品だ。正気の沙汰じゃないよね。アクション映画を地で行こうってのか、私は。が、外の科学室から聞こえた物音で弱気な分別は消し飛んだ。一か八か、ここまで来たらやるしかないか。準備室の入り口からそっと科学室の中を伺う。例の二人は案の定すでに教室内にいた。あいつらもう気づいてるはずだ、私がこの部屋に隠れてるって。それにガスの周期でこっちの考えも。フィーやマーハとも銃を手放しナイフに持ち替えていた。キャルは気づかれないよう身をかがめ、息を殺して机の陰を進んだ。コンセントの差し込み口はどの机にもあったよね、確か。でも問題は退路だ。コンロに電気通してからニクロム線が赤くなるまで多少タイムラグがあるだろうけど、その数秒のうちにガスの充満した化学室から脱出するとなると、廊下に逃げたんじゃ間に合わないか。間違いなく爆発に巻き込まれるとなると、窓か。3階の窓からグラウンドまではおおよそ高度差10メートル余り。よほどうまく着地しない限り骨折は免れない。机のすぐ反対側を白い足が音もなく過ぎていく。迷ってる暇はないね。もう見つかる。意を決し、キャルはコンセントを電源に挿した。螺旋に巻かれたニクロム線にじわりとほのかな朱色が差す。あとはもう後ろも見ずにダットのごとく窓際へと突進した。すぐ真横で同様の気配。一瞬でも遅ければ見つかっていただろう。二人ともキャルに気を取られ、加熱していくコンロには気づかない。アバよ、クソったれども。ガラス越しに見える真っ黒な工程の闇、そこに向かって突っ込む。肩でガラスを打ち割って虚空へと身を踊らせたその時、背中に熱波が叩きつけられた。眼下で爆炎のフラッシュを浴びた校庭が赤々とオレンジ色に照らし出される。頭上を飛び過ぎてゆくガラス剣を伴った衝撃波。寸前、両腕で血を叩いて受け身を取ったものの、それでも一瞬意識が遠のくほどのショックがあった。仰向けに倒れたまま見上げた夜空に化学室から吹き出た炎が舞い上がっていた。手のひらに柔らかい土の感触、どうやら花壇らしい。いてあちこち痛いけど、とりあえず骨や筋は大丈夫みたい。落ちたとこが花壇でラッキーかな。燃える校舎を振り仰ぎ、神様に親指を立てる。ついでにボクシングとベトナムの神様にもね。さあレイジを助けに行かないと。立ち上がろうと身を起こしたところで、鋭い銃声とともに花壇の黒土が舞い上がった。即座にスミス&ウェッソンを抜き、キャルは敵の姿を探す。
少し離れた校舎の角の向こう側から含み笑いの声がした。一度聞いたら忘れようがない、冷たく粘つくような笑い声。サイス、見事だったぞドライ。フィーアからアハトまで、まさか5人を一手に引き受けるとはな。お前ならファントムを名乗っても何の差し支えもなかったよ。そのファントムを相手にする機会あんた、まさかそこまで私は自信家ではないと思う。言葉に続き、人影が物陰から踊り出る。素早く銃口をポイントし、そしてキャルは戦慄した。突き飛ばされ、人形のように転がったのは意識を失った東レイジだった。安心しろ、死んではおらん。もっともお前の心がけ次第だがね、ファントム。やろう。再び校舎の影から銃声が轟き、レイジの腿で鮮血がしぶきを散らした。口の利き方に気をつけたまえ。持っている銃を全て投げろ、私に見えるところまで。クソったれ。迷うゆとりはなかった。スミス&ウェストンを2丁ともレイジが倒れてるあたりまで投げる。全て投げろと言ったぞ。絶望に胸を蝕まれながら、キャルは袖口に仕込んだ AMT バックアップも外し投げつけた。結構。都合三丁の銃を確認し、サイスはもったいぶった足取りで物陰から姿を現す。残念ながら幻滅だよドライ。たかが死に損ない一人のために、まさか本当に丸腰になってしまうとは、致命的な甘さだ。所詮はただの小娘だな、ファントムなどとはおこがましい。そしてサイスはヤオラルガーを構え直すと、レイジの足にもう一発撃ち込んだ。サイス、ちくしょう。いいぞその眼差し、憎しみに研ぎ澄まされた瞳。お前は美しいぞドライ。その純粋な憎悪の層、まるで天然の宝玉のようだ。そしてルガーの銃口がゆっくりとキャルに向けて鎌首をもたげる。惜しいな、まったく惜しい。お前は私の なんだと。二度目の銃声で今度こそサイスはもんどり打って地に倒れた。レイジ。腹と頭を打ち抜かれたサイスのむくろを尻目に、倒れたレイジへと駆け寄る。よかった、生きてる。弾も全部貫通してるし、止血さえすればしばらくは大丈夫だ。レイジのズボンからベルトを抜いて撃たれた大腿に巻き、それからキャルはサイスを背後から襲った銃弾の出所を見た。校舎の壁にもたれて座り、力なくうなだれたセーラー服の少女は一見すでにこと切れているかのようだった。あんた、アイン、レイジは無事だ、大丈夫。そう、こいつこんな傷で。言葉を失ったままキャルはアインの傷を確かめた。全部致命傷じゃんか。しかも時間が経ちすぎてて手当てのしようがない。やっぱりダメだったんだ。
あれだけの数が相手じゃ、いくらこいつだって。レイジのことお願いね。あなたなら守れるわ。だけど礼拝堂での対決がキャルの脳裏をよぎる。レイジが割り込んでこなかったらどんな結末に終わっていたか。だけど私はあんたより。うん、そんなことない。大丈夫、あなたなら、あなたならもっと強くなれるから。あなたのこと憎らしい。こんな風に人のこと憎いって思えるなんて私想像もしなかった。抜け落ちていく魂を自ら見送るような遠い目でアインは淡々と語る。やっと分かった。私恋してたんだ、ミオやあなたと同じ風に。あんただって女だからな。それって冷やかしてるの？それとも褒めてるの？どうなんだかな。いいわ、どっちでも。最後にそれが分かっただけでも私すごく幸せだから。そしてキャルの腕の中でアインの体は最後の重みを失った。少女の穏やかな思想をそっと地面に横たえてキャルは立ち上がる。この子は確かエレンって、そうレイジに呼ばれてたよな。ごめんね、せめて最後にその名前で呼んでやればよかったね。翌日、期末試験は誰も予想しなかった理由で一日先延びにされた。週末から始まった旧礼拝堂の撤去工事で戦時中の不発弾が発見されたという。そんな工事の計画など聞いたこともないと首をかしげた者もいるにはいた。それに戦中当時ただの山林だったはずの場所からどうして不発弾などが出てくるのか。ともかく撤去工事のために学園は封鎖され、生徒たちは思わぬ猶予期間を歓迎した。偶然同じ週末に学園のあちこちで不審火があったというが、それも人知れず春休みのうちに修復され、山間の学園に訪れた異変は誰の追及を受けるでもなく人々の記憶の片隅に追いやられていった。そして新学期、新たな学年を迎える生徒たちは皆それぞれに新たな思いを抱き、過ぎた日のことなど振り返りもしなかった。何の前触れもなく転校し、学園を去った帰国子女の兄弟についても次第に忘れ去られていった。恋に、学業に、将来に思いを馳せることはいくらでもある。ミオもまた沈黙を守った。何者かが事実を歪めたことにただ一人気づいた彼女ではあるが、そのミオもまた全ての真実を知っていたわけではない。ただでさえ現実離れした記憶は思い返すたびに輪郭を失い、やがては夢だったかと疑うほどにかすれ色あせていった。アズマ、レイジ、エレン、キャル、彼らは一体何だったのか。
水浴に問うたび、ミオの胸を乾いた風が吹きすぎる。だが、その他の少年少女と同じように、彼女もまた、目まぐるしく過ぎる今日があり、そして迎え入れるべき明日があった。そして、歳月は流れて過ぎた。その日、サンタマデリアの町は凍えていた。堅穏な面持ちの男たちが銃を手に、家々の庇の下で目抜き通りの彼方を睨んでいる。敵はそこからやってくるはずだった。ある者は酒で緊張を紛らわし、またある者は仲間とカードに興じつつ、今日町にやってくる何者かを待ち受ける。町の顔役サンチェスを殺しに現れるという無鉄砲な愚か者。暇を持て余した男たちの間で他愛もない噂話が話題になる。今日来るやつはチャベスの手下じゃないらしいな。ああ、サンチェスの旦那が相手じゃ連中ぶるって話にならないからな。で、仕方なくチャベスのやつはファントムとかいうよそ者を雇ったらしい。ファントム？なんだそりゃ。知らねえのか。二人組の殺し屋さ、めっぽう腕が立つらしい。金次第で何だって引き受ける命知らずのグリンゴだとよ。まだガキって話だぜ。ファントムだかなんだか知らねえが、ただのアホさ。わざわざ死にに来るようなもんだ。こっちはサンタアデリアの町が総出で相手になろってんだぜ。ちげえねえや。やれやれ、こんなトラックとはな。一体何年前の方なんだ。ま、乗せてくれただけでも同じか。サスペンションなんて最低もいいとこだ。まるで脱穀機の上に座ってる気分だよ。だが隣のキャルはまるで気にならないのか、のんきに寝息を立てている。とはいえ、この振動もあと数十分の辛抱だった。次のサンタマデリアで旅は終わる。着くぞ、そろそろ。何やら意味の取れないことをうなりながら大きくあくびをするキャル。まったく、仕事の前によく居眠りなんてできるもんだ。どういう神経してるんだか。準備はいいのか。うん、大丈夫。んで、敵さんって何人だっけ。目についたやつは全員だ。サンタマデリアで今日道端をうろついてる方にはいないさ。じゃあおまわりが出てきたら。そいつらもサンチェスの親衛隊だ。やれやれ、弾足りるかな。無駄弾を使わなきゃいいんだ。いい加減狙って撃つこと覚えろ。だって狙ってる間に3発は撃てるよ。一発でいいんだ。一発で3発撃ったら私2発は当たるよ。一発も外すな、狙え。ね、予備のやつ一丁貸してよ。ダメだ、お前だって予備あるだろう。5丁も持ってるくせに、ケチ。お前こそ8丁も担いで歩くつもりか。腕は2本しかないだろうが。撃ちまくるな、さっさと銃を捨てるな、変な映画の真似するな。援護する身になってみろ。まったく。ねえレイジ、今度のギャラってかなりでかいんだよね。まあな、こんな鉄砲玉まがいの仕事を引き受けるやつはいないからな。かなりふっかけさせてもらったよ。私たちさ、そろそろ休暇取る頃合いだと思わない。そういえばそうかもな。派手に使うか、パーッと。どこに行きたい？カリブか、ヨーロッパか。乾いた青空を見上げたまま、思い描くように
キャルは目を細める。そういうのもいいけどさ、私もっと違うところがいいな。仕事じゃ絶対に行かなそうなところ、他に誰もいないところ、二人きりになれるところ。どこだよ。北極とか。北極ってお前な、それいくらなんでも無茶だから。そうだな、グリーンランドなんてどうだ。夜になったらオーロラが見えるね、きっと。いいな、気に入ったら暮らしちゃおうかな。飯は毎日アザラシだぞ。料理は大丈夫だよ、工夫するから飽きさせないって。やれやれ、調子を合わせていると際限なく話が膨らんでいくんだよな。ますます本気か冗談かわからなくなってきた。おおむねこういう場合キャルはがぜん本気だったりするんだが、まあそれならそれでいいさ。きっと行こうね、北極。これが終わったらな。そう、これが終わって二人が生きて戻れたのなら、その時はどこにだって行ってもいい。もしかしたらサンチェスの手下は全員がド素人で撃った弾も数えられないようなバカ揃いかもしれない。おまけに奴らの銃は全部年代物のガラクタかもしれないし、もしかしたら汚職警官どもがビビって途中で逃げ出すかもしれない。そう考えりゃ二人が生き残る可能性もゼロじゃないかもな。私たちいつだって一緒だよね。ああ、そうだ。それだけでいいじゃないか。このトラックがどこに向かって走っていようと考える必要などない。今二人が共にいる、それだけがこの世でただ一つだけ価値のあることなのだから。二人の人生はどこかで取り返しのつかないほどにねじ曲がってしまったが、それでも二人はいつだって一緒だ。危険な時も悲しい時も二人はいつも一緒だった。だから終わりもきっと同時に訪れ、それだけがせめてもの慰めだろう。この程度の窮地はもう何度だって陥ってきた。その度に二人は力を合わせて切り抜けたじゃないか。初めてのことじゃない、大丈夫、なんとかなるさ。そうとも、俺たちは無敵のファントムなんだから。